断食ダイエット7日間プログラムの2日目を迎えました。私が今回この断食ダイエットする目的はリバウンドしない体になれるからなんですね。なのでこのように定期的に断食ダイエットに取り組むことでこの今の体型をまあキープすることができているわけなんです。でまたこの断食ダイエットもいいのでもう大切なクライアントの方々にもいいですよっておすすめしておりますし、また実際に取り組んだ方々はもう確実に結果を出していらっしゃるんですね。もうすごく嬉しいです。なので今回この動画を最後までご覧いただきますと、実際私が取り組んでいるこの断食ダイエットの様子であったり過ごし方がよくわかります。最後までご覧くださいね。では早速本題に入っていきましょう。全体像はこちらです。ファスティング断食7日間プログラムの初日と2日目は準備期2日間です。で3、4、5日はファスティング期、まあ、断食期の3日間、そして最後6、7日目は回復期2日間、まあ、かけて行うわけなんですね。でここでポイントはいきなりファスティング断食をしないでくださいねっていうことなんです。大変危険ですからやめましょう。どうしてかと言いますと、その断食に向かってやはり準備する必要があるんです。でどのようにするかというと食事なんですよね。この準備期に食べる食事がこの断食期に向かっていくために非常にまあ重要なわけなんです。でそのまあ私2日目なんですね。この準備期に食べる食事がこの断食期のまあ過ごし方、体調に左右することもありますし、痩せれるのかあんまり痩せなかったのかということにもすごく左右しますので、今からお伝えしていきたいと思います。では実際にこの準備期に食べる食事はどのようなものを食べれば断食ダイエットが成功するのか、リバウンドしない体になれるのかということなんですけれども、ちょっと例えてこちらですね。私が昨晩食べた夕食のメニューと今朝食べた朝食のメニューをご紹介していきますね。まず昨晩食べた夕食は玄米もち麦ご飯とひじきじゃこふりかけとお豆腐の水炊き鍋を美味しくいただきました。このお写真がそうですね。そして次に移ります。今朝の朝食メニューです。こちら玄米もち麦ご飯、具沢山の味噌汁、納豆、ぬか漬け、ビネガーキャベツ、ブリの照り焼き、ふりかけですね。こういった食事を美味しく、まあ、させていただいたんですよね。もう本当美味しくって。そしてじゃあなぜこういったメニューが準備期に食べる準備食になるのかということなんですけれども、ここからがとっても大切なんです。では今からお伝えしていきますね。なぜ準備期にこのような食材を食べる必要があるのか、そのポイントは腸内環境を整えることができるからなんです。でなぜこの腸内環境を整える必要があるのかという理由なんですけれども、つまり健康で綺麗に痩せることができるからなんですね。例えばですね、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてあげると、あなたもその痩せ体質になることができるんですよね。そのためにはやはりその善玉菌をまず増やしてあげる必要がある。その時に大活躍するのが、ちょっと変えますね、発酵食品なんですね。発酵食品を食べてあげるとあなたのその腸内で痩せ菌が増えるんです。まずは量を増やしましょうですよね。なので先ほどのメニューで言えば、私そのぬか漬けであったり納豆であったり味噌汁であったりですね、これ全部発酵食品なんですよ。こういったものをしっかり食べることが大事。そうすればあなたはその痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。なので逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌を増やしてしまうような食べ物、お肉、卵、乳製品、甘いお菓子や油菓子ですよね、あと油物、脂っこいもの、食品添加物、農薬などなどです。こういったものを食べてしまうとデブ菌がどんどん増えてしまうので、もういくら食事制限をしたとしても運動を頑張ったとしても継続的に痩せることは絶対にできません。ですから逆を言えば、こういった善玉菌が増える発酵食品を食べて、そしてまたこの
善玉菌がこう元気になるための餌があるんですね。その餌が水溶性食物繊維なんです。なので先ほどの私のメニューで言うと、あのひじき、まあ、海藻ですよね。あとはあのキャベツもそうですよね。ビネガーキャベツ、キャベツもそうなんです。キャベツを取ることでその餌となって善玉菌が元気になる、まあ、こういったですね、その腸内環境を整える食材をしっかり食べてあげることがとってもとっても大切なんですよ。さあ、それではまとめです。断食ダイエットはリバウンドしない体になれます。ただいきなり断食をしてはダメです。しっかりと準備してから臨みましょう。そのためには先ほどお伝えしました食材を準備食としてしっかりと召し上がってください。でまた日頃の食事もこの準備食のような内容で取り組まれますと、あなたは痩せ菌イコール善玉菌を増やすことができて、自然と健康で綺麗に痩せていくことができますよ。このような断食ダイエットであったり、他にも様々な腸活法をお伝えすることで、アラフォー女性の健康で綺麗に痩せたいを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいてご参加くださいね。とても励みになりますし、とても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。